どんな相手も俺が完璧に封じてみせる。必ず世界一になってみせる。絶対に叶え。どんな手段でも使う。だったらこれしかないじゃねえか。いけ。それじゃあ行くよ。よし、ゴールが見えた。いけ。黄金世代の軽業師とは俺のことだぜ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ナオトです。今日もね、戦いドリームチームやっていきたいと思います。で、いろいろねお知らせ来てるんですけど、まあこれですね、新ガチャ、日本代表ガチャ、赤いピックアップ赤いで、世界に羽ばたく選手たち、ワールドリームガチャ、面がピックアップが、レビンです。であとはミニドリームフェスと、そうですね、あとはあれです、ワールドチャレンジですね、これも来てます。であとはイベントで、まあメダル集めですね、これも来てます。で、まあとりあえずガチャいきますか。でガチャなんですけど、この入ってるのは、まあ赤いがピックアップでメインで、であと翼、現像、若島津、ヒューガー、まあ結局ここでこうキャラが入ってきちゃうんで、まあね、後から引いた方が得っちゃ得なんですけどね。でまあ赤いだけ見ましょう。で速ですね、赤いは。で一応ドリブル、パス、あとはタックル、ブロック、パスカット、スピード、ここら辺が結構強くなってます。で、なんだこれ、コンビネーション、青い信号とのコンビネーションのシグナルコンビディフェンスっていうのが入ってますね。490で、あとはアグレッシブ直角ディフェンスがあって、でこれは自分一人で使うような感じですね。でこれディフェンス、あ、タックル2ついんなくねってちょっと自分思うんですけど、そしたらこのサブ のタックルを外して剥がして、ここにまあパスカットやブロックを入れるような感じになるんですかね。サポート青いっていうのがありますね。一人でのディフェンスマッチアップ時、一定の確率で味方の青いがマッチアップに参加する。で 80% だから、結局青い入れるしかない、まあメインタックル使うには青い入れるしかないってことですね。合わせてた速2本5人で、22%、で絆が、2本5人以上いると全員のパラメータープラス 2.5、属性は関係ないってことですね。あとはまあ日本語にいると、相手チームのパラメータマイナス 3.5、
でパラメーターダウン、あとはプレッシャーリカバーって感じですね。で DM をDM ディフェンダーって感じですね。ダブルポジション、これは使いやすいですね。まあね、ちょっと悩んですよね。自分フェスの赤い使ってるんで、それを考えるとフェスの赤いの方がディフェンダーに入れとくとやっぱ安定するんですよね。だからちょっと悩んじゃうなこれは。またね、その日本代表ガチャでこう入ってくると思うんで、そう考えるとまあここを引くか引かないかがちょっと悩むんですけど、とりあえずね、まあ今日は、こっちはスルーしようかなと思って、するっていうかおみくじはやっちゃったんですけど、でこっちですね、世界に羽ばたく選手たちワールドリームガチャ、こちらのレビンのが使いやすいんですよね自分。力海外とか、即海外でもこれを一人、入れれば、入れられると思うんで、でただね、このレビンっていうのが、ドリブル特化になってるんですよね。そうすると、シュート、ただね、この、こっちを見てもらうと分かるんですけど、キーパーキラープラス 35% ついてるんで、意外にこれシュート打てますよね。シュート8000ぐらいしかないんですけど、ただまあキーパーキラーでキーパーに対してプラス 35% 乗るんで、まあ使いますよね。あとはレビンラッシュとレビンオーバーヘッド、で力海外5人で全パラ22、で絆の方が、力4人以上いると全員のパラメーター 2.5 だから、こっちだとまあ 2.5 なんですけど、日本でも海外でもどっちでも力だったらいいっていうのが使いやすいです。あとはまあこれ力4人いると、相手チームパラメータはマイナス 3.5、使いやすいよね。でスタミナキラーとプレッシャーがついてる。でダブルポジションフォワード OMF、使いやすいね。あとはね、ミカエルカリウサス、ジェンティーレサンターナ、サンターナもいいよね、使いやすい。なんでサンターナか、レビンだよね。それでおみくじやりますか。さあここで来たよ、見せてくれ。どんな手段でも使う。だったらこれしかないじゃねえか。いけ。おお、これは新しいね、赤いとレビン。翼よう来ない、でも来ない。こっちもねミニドリーム減ってるんですけど、やらないかな。どうしよう、これやっちゃおうかな。ワンチャン出るかもしれないからね、ここら辺はね。たけしかな、絶対に叶えてみせる。はい、出ない。で、これいくか、こっちにしよっか。そうだね、日本代表もいいんだけど、どうしようかな、こっちだな。とりあえずこれ引くか、行きましょう。さあレビン狙い。どんな手段を使う。だったらこれしかないじゃねえか。いやー全然ダメでしょ。とりあえず引いた感じです。
あとはね、まあ、これもやっか、おみくじ。おー、これ来たよね。いや、外してんの、そのシチュエーションでさ、来ないってやめてほしいよね。座ってさ、来ないってほんと勘弁してほしいよね。こっちはさ、おーってなるよね。ミキサーもちょっとやろうかな。どこまで入ってんのかわかんないけど。どうしようかな。いや、ちょっとやめます。やめます。ちょっとやめます。まあその代わり何やろうかな。まあここら辺もろもろ溜まってるんでやりますか。行くぜ。ぞSR もやりますか。あ、来たでしょう。さあ、来たでしょう。なんでしょう。行け、翼。最近のキャラがいいよね。持ってないキャラ。なにー、古い、古すぎ。SSR 確定もあるんで、これもね、4枚だけやるか。というか、新キャラ来たら終わりにしたいな。さあ、いけ翼。さらに古い、これは古いでしょう。行くぞ翼君。はい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 。何が来る。誰も来ねー。それで新キャラ来るのか。さらに、うわ、フル。ダメだな、もうやっぱりキャラ持ちすぎなのかな。行くぞ翼君。これが新規だったらね、ガンガン新キャラ出るんだけど。行け翼。さあ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 、来い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 、新キャラ来る。なんだ、全然出ないな新キャラ。行くぞ翼。ナトレーザー、頑張れ。行け翼。さあ新キャラかも。さらに、ダメですね。全然来ない。あ、ここら辺もやってないんだね、俺ね。やるか。腕を上げたな。さあ。恥ずかしいプレーはしない。あ、騎士だ、持ってないんだ。
じゃあ岸田しかなくない。あー全部もらえんのねこれ。そういうことか、全部もらえんの。一人選ぶんじゃないんだ。あとはこれもあんね。これもやろう。行くぞ翼くん。おう、ミサキくん。行け。ツインシュートだ。頑張ってね。まあ全部持ってんもんね。まあ技探し、まあ技移植用だね。うん、でまあそうですね、まあとりあえずね、まあおみくじとかもあるんで、まあむやみにやらなくていいかなってちょっと思ってます。まあフェスも控えてるんで、超フェスも控えてるんで、だからまあそうですね、赤いもそこまで、まああれば欲しいですけど、まあそこまでじゃないかなってちょっと思ってるんで、まあとりあえずね、まあ様子見ながらまたガチャやっていきたいと思います。で今回もねご視聴いただきありがとうございます。で自分の動画の高評価、あと YouTube チャンネル登録の方もお願いします。迷いは吹っ切れた。ここからが本当のキックオフだ。止める、決める、勝つんだ。みんなと共に新田ケア。そんな、そう簡単に俺のゴールを割られてたまるか。しました。